させておけ。吉宗殿が包囲されています。救援を急ぎましょう。立花山城はすでに落ちている。始末が未だ吉宗を疑うのだ。私たちを誘い込む罠でしょう。ですが大友を救わずして豊臣の大義は立ちません。さすがの鬼神さん、仕方ない。残念です。障害を排除した。火にいる何とやらや、万事は自ら火にいる構え、何をしでかすかわからぬ懇願消され。この戦に毛利家の行く末がかかっている。この世の中として堂々と戦わなくては。輝元は少し気負いすぎているようですが、注意しておくのだ。任せておけ。例のことだ。もちろんただで窮地に飛び込むだけ。好意に徹している時にはむしろ隙がある。宗城殿、大友軍の状況見ての通り、ほぼ壊滅。生き残った者も立花山周辺にちりぢりだ。ちりぢりか。なれば再び集めれば使える。まずは密かに砦を確保するのだ。立花残党の介入に見えよう。敵の攻勢がやんだようです。兵たちもよく耐えてくれました。見つかったか。この俺は大将を狙うのみ。責務を果たす。これで立花山城の防衛はなった。おじいもと勘弁殿さえいれば勝てそうだな。なればこの戦で毛利の名を。解剖責任を果たす。よい。あとは堅実に攻め進めば雲の勝てる。まずは立花山城を落とし、次に岩屋城。岩屋城の守備は薄い。私が自ら落としてくれよう。勇み足です。輝元に釘を刺しておくべきでした。構わぬ。これで敵の目は嫌でも輝元に向く。となればそれも任せておけ。なりの戦い方がある。解剖
輝元をおとりに背後をつくということですか。仕方ありませんね。南からの進路も確保し、二方面作戦にしましょう。開門。物流の石化って毛利の連続が高い。ここで華々しい戦果を上げれば。輝元に気骨が残っている。純粋ならば専門の反応をしていく日本だ。ここで手間取っては輝元が危うくなる。いざ参らん。お家大事の刑ならばすぐ輝元の加勢に向かうものと思ったが、輝元を知らせず戦にも勝つ、そのため最善を尽くしているつもりです。家屋城南の進路は遠回りになった。あの地を抑えれば悪いのか。猿の手下になり下がった毛利などもはや我らの敵ではないわ。我らを小馬鹿にするか。急ぎこの地を抑えれば岩屋城に楔を打ち込めよう。
方に目障りな敵がいるようだ。テルモトを撃つ前に南を片付けておく。開門。放棄、急ぎ天守までかけ島津義久を討ち取るのだ。鬼が追って神じゃ撃てぬと考えかと思ったが、己のやるべきことは分かっているようだ。安易に屈服せず、西国に島津ありと天下に知らしめてから負けることを進める。敵将討ち取ったり。おかげさまで勝てました。これで輝元も胸を張って帰れます。どれだけ苦労させられても主家を遺憾だ。兵は生粋の律儀者よな。